行く、どこ行く。やることやること。どこ行く？凍えちゃうよ。スーちゃん、くっつくぜ。スーちゃんの独断じゃん。全力！これなら簡単だね。しよう。面白いものがあればいいんだけど。こんな動画作れ
二人とも、ちょうどいいところに。あ、次のお楽しみ会、どんな催しがいいか、希望はありますか？人形劇！揃いましたね。そんなに気に入ってくれたのですか？はい、とっても。前の人形劇、すごく感動したので。うんうん。もっと違う人形劇も見てみたいと思ってたんです。なるほど。ではせっかくですし、外部から人形師の方を招いて話は聞かせてもらったわよ。そういうことならこのパメラさんに任せて。ん？どういうことですか？凄腕の人形師と知り合いなの。あの人ならきっとすっごい劇を見せてくれるわ。知り合いだからきっと安くやってくれるし頼んでみるのはどうかしら。うん、確かにそれはいいかもしれませんね。ですがパメラ、あらかじめ言っておきます。私、人形劇にはうるさいですよ。何せシスターになる前は私もプロの人形師だったのですから。そうだったんですか。ああ、だから人形劇も手慣れてたんだ。納得いったよ。グレースさんも満足してくれるはずだわ。そうですか。ではその方にお願いするとしましょう。
かったわ。それじゃあお話ししておくわね。パメラが凄腕と認める人形師、果たしてどのような人なのでしょう。楽しみです。私を高ぶらせる演技を果たしてできるでしょうか。シスター、この前とは違う感じに変になってますよ。人形師の血がたぎるってやつなのかな。目的地は気の向くままに。そういえばイルちゃん、ご両親とはどんな感じなの？ああ、ぼちぼちよ。しょっちゅうアトリエを見に来たがって困ってるのよね。おやおや、またイル師匠がいるぞ。師匠ってここで暮らしてるんでしたっけ？違うわよ。ギリスのとぼけた顔を見るのは息抜きにちょうどいいの。なんかさらりとひどいこと言われた。イルちゃんたら。お二人とも仲がいいんですね。うんうん、親友って憧れちゃうな。まあ頼れる友達は大事にすることね。これ師匠からのアドバイス。師匠、そういえば詳しいこと聞きそびれてたけど、二人ってイルちゃんの弟子なんだよね。笑われた。え、イル師匠の弟子じゃダメなんですか？逆だよ逆。イルちゃんの弟子ならきっとすごい錬金術師になるだろうなって。当然よ。なんて言ったって今をときめく超一流の大天才錬金術師の弟子なんだから。肩書きだけ聞くととんでもないですね。ご期待。ええ、少なくともフィリスみたいに依頼を間違えるポンコツ錬金術師にはなっちゃダメよ。依頼を間違える？どういうことですか？昔私たち一緒にアトリエをやってたのよ。その時この子が爆弾と火薬をね。依頼の間違いより二人が一緒にアトリエをやってたことの方がびっくりなんですけど。うん、初耳で驚いた。どうして今は別々に？それは、大人の都合だから、秘密。リリー、スー、入れるの手伝いなさい。まさか、師匠だけにやらせるつもりじゃないわよね。まさか！今行きます！イルちゃん。お出かけ、お出かけ。というわけでな、人形で最も重視すべきなのは腰回りと臀部なの。なるほど。フリッツさんってお尻が好きなんだ。いや、そうは言っていないの。あくまで